今回紹介するのは「記憶の技法」「小学館文庫」という本です。花蓮、花蓮は偶然見た自分の戸籍商本に不可思議な記載を見つけた。亡き年下の姉の存在、記録から消された実父母の使命、自らの過去に疑問を抱いた花八巣は、隠された真実と封印された記憶を取り戻すため、 旅に出る記憶喪失兵器のある女子高生が自分の羊を訪ねてゆくお話自分探しというのはしばらく前からの流行りのようなものでそのブームにはいい加減飽き飽きって感じなのだけれど。 そこは吉野作美ならではの味付けがなされている主人公の自分探しに付き合ってくれる同級生の男の子が吉野作実作品ならではの早熟っぽい感じが何とも言えませんサスペンス的な展開もドキドキさせてくれます以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらありがとうございました チャンネル登録をお願いいたします。